はいどうも皆さん、お衣装トレーラーのおーちゃんでーす。いやー、昨日はね助かったと思ったんですけどね、結局助かんないっすね。結局下がってますよ。結局日経平上がってますよ。そういうもんなんですね。どういうことなんだか。助かったと思ったんですけどね、あのネットワークリプトさんはね助かってましたよ。思いっきり助かってましたよ。レーザーテック思いっきり下がってましたから助かってましたね。私ね、やっぱりダメっすよ。個人やってると、サラリーマンやってると、サラリーマンやってると朝から見れないから、多分、終わってから見てるんで、もしくは休憩中ね、休憩だって5分くらいしかないんだから、できないっすよ、もう。仕事しながら株なんて、みんなどうやってるんですかね。仕事しながら株無理っすよ、もう無理。だって今日朝からやってればね、逃げてましたよ。わかんないからね、何も知らなかったんですよ。ダブリンバース、何やっていいのかわかんないから。途中で見れたら見て損切りしようと思ったんですけどね、見れなかったんでね、もう忙しくてね、仕事忙しくてもう、部下やらかしちゃってね、部下がね、やらかして休みの日来てね、仕事やってったけど、結局できなくてそのまま帰っちゃったんでね、あもう大変ですよ、もう本当に、やらかしちゃったらもう、でこっち株爆損ですよ、また。また爆損ですよ、もう。やったらやるだけね、損しますよ、もう。何も買いたくないですよ、もう。今度ね、アメリカの株買ってやりますから、そしたら、大暴落しますよ。私がね、アメリカの株買うと大暴落するんで、私が買いやつね、全部逆行きますからね、空売りしたらね、スプラがしますからね、で買えばね、大暴落しますよ。全部逆行きますよ。全部逆です。逆です。だけど俺はまだちっとも諦めてないんですよ。こんなね 99% 逆行ったとしてもね、 1% あるんですよ。この間ね、その 1% なったんですよ。5000円勝ったんですよ。5000円勝ったらね、もう全部勝った気になっちゃったんですけどね。これからも永遠に勝ち続けると思っちゃったんですけどね。そんな甘くないですね。甘くないですね、世の中。だけど俺戦いますから。36歳、中年サラリーマン、グレーゾーンの会社で働きながら株やりますよ。ファイヤー目指してますよ、ファイヤー。ファイヤーしたいっすよ、早く。早くね、ファイヤーしてね、仕事辞めてね、自分でやりたいことしたいっすよ。やりたいことしたいっすよ。もう何にもないっすよ。仕事場で仕事。家帰って仕事。休みの日も仕事。で、子供と遊んで。で、動画作って終わり。動画ももう全然身が入らないっすよ。もう本当にすいません。誠にすいません。もう本当にね、きついっすよ。プロタンとかすごいと思いますよ。プロタン。なんだかもうストレスとかもすごくても、プロタンすごいっすね。あ、でも自分自身しないとやっぱり、そこまで成功できないのかなと思いますね。もうね、せっかくで私マイク買ってね、パソコンで動画作ってるんですけどね、家で喋れないんすよ。家でね、ゆっくり喋れないんすよ。ちっちゃい声で、ボソボソ。俺音拾わないし、K-丸電機で買ったマイク。K-丸電機のね、M-R コムのマイク買ったんすよ。全然拾わないですよ、音が。なんかピーって言いますよね。ガチャガチャガチャのピーピーピーって。ペー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 って言ってますよね、ピーってもう。もうピーなの、人生がもう、人生がピー、人生がピーなんだよ。ということで、また、なんか考えますよ。株じゃないことを考えますよ、もう。でもなんかやろうと思ったこと一個もやってないんで、一個ずつちょっとやっていきます。一個ずつね、やることをちょっと決めて、それをね、一個ずつやっていこうかなって思います。結局ね、なんか行き当たりばったりのことしかやってないんで、ちゃんとね、しっかり決めて、それをね、やって、検証していきたいなと思いますね。株の私の間、すっげえ、2日間かけて作った動画、失敗した動画なんですけどね。あれね、シミュレーションしましたけどね。2日間かけて作って失敗した動画、で、シミュレーションした、あれ、一個ずつね、ちょっと検証して、シミュレーションしながらやっていきますよ。もう株だったらね、カブトさんで言ってるね、ワンタンキルですよね。あれもね、ちょっと仕込みつつ、皆さんおっしゃってくださった、アメリカ S&P とかね、なんかそういったところの ETF とか投資信託、それもちょっと買ってみて、まあ、分散になるのかな。クソ株と ETF と、あと、まあ、貯金もやっぱりちょっと増やしとかないと、ずっと40万なんでね、貯金が。ずっと40万ですよ。この間お金下ろしてきて、でも50万ありましたね。まあ、10万円増えてましたよ。3ヶ月くらい頑張ったら10万円増えてたんで、月1万ってことはないですね。4、5万くらい貯めれるときは貯めれるっていう感じみたいですね。あ、違うな。違う、ボーナス入ったんすわ。特別ボーナス。結局、貯金できてないっすわ。特別ボーナスで10万入ったんすよ。私結構賞取ってるんで、仕事場で、もう成績結構残してるんで、特別ボーナスもあったんすよ、10万。それだ。それでちょっと貯金増えましたね、10万円ね。あとは本当に変わらず、もう、全部1万円くらいしか残んないんですよね。でも、前期のボーナス、厳しいな、もう。景気悪いんで、ボーナスでちょっと厳しいっすね。賞取ってかないと。って感じなんでね、まあ、一個ずつやっていきますが、なんでね、自分で書いたかもうあまり覚えてないんですけどね、株と、投資信託と、貯金と、YouTube は、
ちょっとセンスないんで私。動画作るセンスないんでちょっと。もんちゃんみたいにできないですね。みんなもんちゃん目指しますよね、負け組はね。やっぱりね、私も動画作ろうなと思ったらね、もんちゃんみたいになりたくてね、動画作ってるわけですよ。もんちゃんのメンバーシップだったらね、もんちゃんがどんだけ稼いでるか分かるんですよ。そしたらね、動画作りたくなりますよ。でも、思ってるよりはうまくいかないですよ。やっぱり才能が必要ですよね、ああいうのはね。才能だったり、人望だったりね、私、人望ないんですよ。友達いないんですよ。友達、カズマさんとボックスさんですね。あと皆さん、石川さん友達ですよね。勝間でかぶやりょうさんね。まあ、そんな感じですよ。あれ、いるな。319人友達いますよ。319人友達いますわ。その人たちのために頑張ってやってますからね。もう本当にね、見れば分かりますけど、ね、本当に奇跡みたいに損してますからね。全部逆ですよ。全部逆ですよ。そんなわけでね。もう、お金ほとんど試せないですけど、頑張っていくんで。あと80万ありますんでね。ちょっと分かりにくいっていう言葉に言いたいのが、309万で、618万損するって言ったのがね、私の気持ちの話でしたね。気持ちならいいですね。職場でも言われますよ。主語がないですけどって。部下からね。主語ないから何言ってんかあかんですけどって。スピーチでも言われますよ。あのさ、何言ってたのって。順序とか考えてるって言われますよ。考えてませんって言いますね。考えておりません。だったらさせないでくださいって言います。それははっきり言いますよ。したくないから、スピーチなんか。何も考えてなくて、フリートークなんだから、させないでくださいって言います。なんでさせてあげるんだかわかんないですよね、ほんとに。いや、やりたくないっすよね。みんなやりたくないからね。こういう人に頼むっすよね。まあ、そういうわけでね。もう、嫌になってますけど、いろんなことが。また頑張っていくんで、319人の友達にね、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんのおかげでね、頑張ってますよ。前回の動画もね、200回再生ですよ。ありがとうございます。200人もね、見ていただいてね。ちょっと検証動画もね、どうかなと思ったらね、80回も見てもらいましたよ。嬉しいっすよ。80回嬉しいっすよ。あんな、何の役にも立たない動画をね、80回ありがとうございます。